国道1 2十号起点栃木県日光市、新京交差点国道1 2十号終点群馬県沼田市川田町交差点国道120号は、栃木県日光市から群馬県沼田市に至る一般国道である。起点の栃木県日光市から群馬県片品村を経由しながら精神し、終点の群馬県沼田市までを結ぶ路線で、日本ロマンチック街道の一部に指定されている。 途中、日光市では、標高差約500メートルのいろは坂を通る。いろは坂は、西方向の第二いろは坂と、東方向の第一いろは坂と、でそれぞれ、別ルートになっている。本国道は、日光市舗走町でにルートに分岐し、同市中宮市の二荒橋前交差点でにルートが、合流する。その後、工事で触れる金星峠を通行するが、登期間通行止めになるため、 当該期間は日光方面と片品村、沼田方面間の通行はできない。また日光市では本国道の新道かつ一般有料道路である日光宇都宮道路が現道と並行して走る。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り。栃木県日光市安川町本国道は 日光国立公園の日光連山から奥日光の山域を東西に横断して、栃木県と群馬県を結ぶ。最高地点の近世峠周辺は、日本の国道の中では、国道292号、国道299号に続いて3番目に、標高が高い地点であり、ここをトンネルで抜けていく。沿線には、日光東照宮、いろは坂、下言滝、中禅寺湖、 戦場ヶ原など日本国内有数の観光地が数多くあり、金星峠下の展望台からは日本百名山の南大山というの湖を眺めることができる。周期はいろは坂から金星峠まで標高1500メートル前後の、この付近は白樺や唐松の紅葉が美しいポイントで知られている。金星トンネル西側の群馬県では、 山深い山林の中を走る道路となり、沿線には、菅沼や丸沼などの湖がある。陶器は雪深くなる地域であるが、近世トンネルが閉鎖されることを除けば、栃木県側から、千状ヶ原や日光湯本スキー場が隣接する、日光湯本温泉まで、また、群馬県側からは、丸沼高原スキー場付近までは、陶器でも通行できる。清滝バイパス。 栃木県日光市、清滝桜川課町トンネル金星トンネル、栃木県日光市湯本道の駅群馬県沼田市、白沢町精鋭だ。ありがとうございます。